会合でのヤヌシュレビンスキ・ポーランドビール愛好者党は、1990年に俳優のヤヌシュレビンスキが立ち上げた、ポーランドの政党である。立党の目的は、ウォッカに代わってイギリス式にパブでビールを飲む習慣を普及させ、ひいてはアルコール依存症を撲滅することであった。ユーモラスな透明に加え、当時はポーランド国民の間で政治改革への落胆が広まったこともあり。 選挙においてビール愛好者等は一定の得票を得ることに成功した。この党の支持者にとっての魅力はよく聞かれる次の意見に集約される。つまり、もしビール愛好者等が政権を取っても今より良くはならないが、間違いなく楽しいことにはなる。立党の時点でこそジョークであったが、時が経つにつれ、党関係者たちは真剣に考慮を練るようになった。 それどころか、出されるビールが美味しくあるようにという党勢は、結社と表現の自由、私的な寛容さ、より高い生活水準を象徴するものとさえなった。1991年の下院選挙において、このユーモラスな名前を持つ政党は、政治に幻滅していた大衆からの票を集め全体の2.97%の票を獲得し、16議席を得た。しかしその後、レビンスキーが、 ビールは、大麦か小麦かじゃない、味が全てなんだと弁絶を振るったにもかかわらず、ビール愛好者党は、ラガービール派とライトビール派に分裂してしまう。ラガービール派は、ポーランド経済計画を名乗り、その奇抜なイメージを払拭するため、民主連合や自由民主会議と連携して、ハンラスホツカを首相候補として擁立する流れに加わった。その後、ポーランドビール愛好者党は、 活動を停止した。ありがとうございます。